こんにちは、クリッカートミーです。ジュネーブモーターショーで公開されたアウディ初の市販型 EV イートロン開発車両がワインディングロードを走る姿をキャッチしました。パワーユニットは 150kW 容量のバッテリーを搭載し、最高出力500馬力以上を発揮するとみられます。また1回の充電で 500km の航続距離を可能にするといいます。キャッチしたカメラマンによると、ワインディングロードを強力な加速で走り抜ける様子が確認できたようです。室内ではバーチャルコックピットデジタルインストゥルメントパネルを装備、最新のハイテクキャビンを持つことが予想されます。3月のジュネーブモーターショーで登場したモデルは市販型にかなり近いと思われますが、グリルやテールライト、バンパーのデザインに変更が見られます。アウディは最終プロトタイプ250台により4大陸で310万マイルの走行テストを開始するといいます。